本日はお忙しい中ご参加いただきましてありがとうございます。本日のイベントホストをやらせていただく西垣と申します。本日はですね、ナビゲーティングコーポレートカルチャー、インターナショナルイノベーションエコシステムということで、現在日本とイギリスの間のビジネスのサポートをされている政子江口ベーコン様をゲストにお迎えしまして、海外のエコシステムの話ですとか、海外企業とのコラボレーションの話、こういったものについてディスカッションをしていくといったイベントになります。で、後ほどご紹介しますが、私も雅子さんもですね、現在イギリス在住でイギリスでビジネスを行ってまして、で、今回は特に世界の中でもですね、イギリスのエコシステムを中心にお話ししていきたいと思います。で、本日なんですが、最初に私の方から簡単に、世界のイノベーションエコシステムと、イギリスの話をちょっとさせていただいて、で、その後ですね、雅子さんと一緒に、ディスカッションをさせていただきまして、最後、10分、15分ぐらいで、Q&A を設けさせていただきますので、質問があればですね、後ほどチャットでご質問していただけるようになってます。で、その後7時からですね、ネットワーキングセッションもありますので、Q&A で聞けなかったことなどはそちらで、聞いていただくことも可能です。で、それではですね、最初に、少しエコシステムの話を、概要をさせてください。まずこちらはですね、スタートアップゲノムという会社が出している、スタートアップエコシステムのランキングになるんですけども、1位はもちろんシリコンバレーですね。で、2位が同着で、ニューヨークとロンドン。で、続いて北京だとか、ボストンとか、テルアビブっていうように続いてますと。で、これ見てお分かりになると思うんですけども、やっぱりアメリカと中国っていうところに、エコシステムが、世界的なエコシステムがたくさんあるというところで、ランキング10位までに入ってないんですけど、中国でも、他にも深圳ですとか、広州とか、いろんな大きなエコシステムがあるというところですね。で、このランキングによると、イギリスのロンドンというところは、ニューヨークになるんで2位というところで、イギリスも一応世界的なスタートアップエコシステムを持っていることがいるんじゃないかと思います。で、特にですね、この赤色のバーですね、ピンク色のところですかね。で、これがですね、他の都市よりロンドンの方が高くなってると思うんですけども、これはミートアップですとか、アクセラレーションですとか、R&D ラボ、そういったコミュニティの充実というところが非常に高いというところになっています。最近イギリスではですね、フィンテックですとか、ヘルスケアテックですとか、AI とか、そういった分野の、スタートアップが非常に育ってきておりまして、資金調達ですとか、人材の豊富さ、それからコミュニティの充実とか、そういった面で非常に優れたエコシステムとなっています。で、次にですね、こちらを見ていただきますと、国別のユニコーンの企業の数と、GDP に占める VC 投資額のランキングなんですけども、やっぱりアメリカとか、ユニコーン、非常に多いですね。中国とか、非常に多いと。で、続いて、ヨーロッパ諸国とか、イスラエルとか、そのあたりが多くなっていると。で、日本は今、7社というところになってますね。なので、1000億を超えるような、非常に高いバリエーションをつけるようなスタートアップっていうのは、日本よりもむしろ世界で生まれているということだと思います。で、VC 投資額に関しましても、日本は結構、下の方にあると。というところで、まだまだ成熟していないというところですね。で、先ほどのイノベーションエコシステムランキングのページにあったんですけども、アメリカと中国、イノベーションエコシステムが、非常に複数あると、たくさんある中で、こんなユニコーンの数になっているというところですね。で、イギリスはですね、先ほどのランキングによると、ロンドン1箇所だけというところで、1箇所で、ユニコーン数、3位につけてるというところで、かなり健闘してると言ってもいいんじゃないかと思います。で、こちらの図はですね、イギリスの VC 投資額の推移なんですけども、テックネーションという政府系機関によると、
まあ、イギリスの2019年の VC 投資額はですね、101億ポンドですね。なんで 1.4 兆円ぐらいになっておりまして、で日本の2019年の投資額が2000億円ぐらいと言われてますので、まあ、大体7倍ぐらいの投資が行われているというところです。はい。で、この図を見るとですね、1億ドル以上、まあ、100億円以上のですね、まあ、メガラウンドって呼ばれるような、まあ、そういった資金調達ラウンドも非常に多いというところですね。まあ、今年はちょっとコロナの影響で、まあ、少し不明瞭な部分があるんですけども、2018年はちなみに63億ポンド、8000億円ぐらいというところで、まあ、2019年 1.4 兆円になってますから、まあ、直近では非常に投資額が増えているというところですね。でちょっとイギリスのエコシステムの特徴なんですけども、まあ、やっぱり世界的な、まあ、こういった金融機関というのが集中してますので、フィンテックが非常に強いというところですね。まあ、ただ、まあ、イギリスはですね、まあ、シリコンバレーとか、まあ、テルアビブとか、まあ、そういったエコシステムに比べて、まあ、フィンテック以外の他のテックのイメージがあんまりないということなんですけども、まあ、例えば AI 分野で言うと、まあ、ここにあるディープマインドですね、っていう会社があるんですけども、まあ、これはアルファゴーっていう人間のプロ棋士を、プロの囲碁棋士ですね。これをまあ初めて破ったAI として、まあ、非常に有名になっていると。で、このディープマインドも、まあ、実はイギリスの会社というところですね。で、あと、まあ、イギリスには、まあ、こういった世界的に有名な、大学も非常に多いというところで、まあ、結構テック系人材の供給も、まあ、こういった大学が寄与しているというところです。はい、すいません。じゃあ簡単ではございましたが、概要以上になりますので、まあ、ここからはゲストを迎えて、イギリスのエコシステム、まあ、それから日本企業と海外企業のコラボレーションについて、お話ししていきたいと思います。で、まずちょっと私の自己紹介を簡単にさせていただくんですけども、西垣と申します。で、今、ロンドン在住で、まあ、ロンドンの、まあ、クレアというフィンテック系のスタートアップにおりまして、で、まあ、私のスタートアップで日本企業から出資を受けておりまして、で、まあ、イギリスのエコシステムの話ですとか、まあ、海外スタートアップの立場で、日本企業と協業する上での注意点ですとか、まあ、そういった話ができればと思っています。で、あと、ま、最近までですね、スタートアップグラインドジャパンの運営をしているレインメイキングイノベーションというアクセラレーション、アクセラレーターですね。まあ、こちらで働いておりまして、まあ、アクセラレーションプログラムの運営などもしておりましたので、まあ、そのような経験も踏まえながらお話しできればと思います。で、本日のゲストがですね、25年にわたって、まあ、海外と日本のビジネスをサポートしてこられて、で、現在はイギリスで、まあ、日本とイギリスの間のビジネスのサポートをされている、まさこえぐちベーコンさんをお招きしておりますので、まさこさん、少し自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。はい、承知いたしました。皆様はじめまして、江口ベーコン雅子と申します。本日はですね、この夕方の就業時間後、そしてお忙しいお時間帯にもかかわらずご参加くださいまして、本当に心より感謝申し上げます。ありがとうございます。私自身はですね、まあ、大学卒業して就職をしたような段階からですね、まあ、ずっと日本とどこかの国との間のビジネスというのをサポートしていまして、東南アジア、アメリカ、欧州、英国という形で、まあ、いろいろなケースを経験してまいりました。で、まあ、現在のオーシャンブリッジマネジメントを立ち上げたのは、まあ、10年ぐらい前なんですけれども、まあ、この、会社 の、の中では、欧州と日本、英国と日本といったところを中心にして、まあ、ビジネスの新規案件でありますとか、あとは、まあ、投資案件といったサポートをしています。また2012年ぐらい
ぐらいからですね、地域連携も実は手掛けました。やはりそのエコシステムを作ると、できる限り多くの、産官学がお互いを知って、よく理解をするという、まあ、この 大切な第一歩を作りたいというところで、地域連携テムズバレーと、関西をですね、テムズバレーというのは英国にあるんですけれども、この英国テムズバレーと関西との地域連携を、提案させていただきまして、でその後ですね、まあ、本当にいろいろな方々が、まあまあ、産官学いろいろな方々からご支援をいただいて、まあ、今でも非常に強い絆を保っています。で、まあ、このようなことをやっておりますので、まあ、そういった経験の中から日本企業さんと、まあ、外国のスタートアップ、まあ、スタートアップだけではないですけれども、まあ、外国企業との協業、といったところをお話しさせていただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。で早速なんですけども、まあ、まずイギリスのエコシステムと、まあ、また日本のエコシステムのつながりっていうところで、早速お伺いしていきたいんですけども、まあ、先ほど私の方でちょっと概要に触れさせていただいたんですけども、まあ、今日のイギリスのイノベーションエコシステム、あるいはスタートアップエコシステム、まあ、これがですね、まあ、今どのようになっているのかっていうのを少しお話しいただいてもよろしいでしょうか。はい、承知いたしました。英国の場合、先ほど和樹さんの方からもですね、データで示してくださったんですけれども、やはり、まあ、ロンドンが強いというのは非常によく知られているところです。で英国の中ではですね、まあ、イノベーショントライアングルという言い方をされる、ところがありまして、これはロンドン、オックスフォード、ケンブリッジ、この、まあ、ちょうど地理的にも三角形なんですけれども、まあ、そこを指しています。で、まあ、このエリアはですね、やはり、まあ皆様ご存知のオックスフォード大学、ケンブリッジ大学というところもありますので、非常にイノベーションが、盛んです。で、まあ、先ほど和樹さんもおっしゃってくださったような、まあ、フィンテックもそうなんですけれども、あとは、まあ、ライフサイエンス部門、まあ、今回ですね、特に、まあ、コロナウイルス のワクチンの開発のところで、オックスフォード大学での、オックスフォード大学と、アストラゼネカ社の、ワクチンのことも話題になりましたけれども、まあ、そういったライフサイエンス部門、も強い、そして、まあ、AI もですね、非常に強いというのが特徴です。で、まあ、ただこのトライアングルだけではなくてですね、他にもいろいろな強みを発揮しているスタートアップのエコシステムがあります。例えば英国の南西部の方にありますブリストルというところではですね、こちらは第二のデジタルハブとも言われるほど成長をしていまして、町全体で 5G のネットワークを使った実証実験を行ったりとか、そういうところもやっています。そして実はイギリスはあまりよく知られてはいないんですが、ものづくり系も実は頑張っていまして、まあ、特にその高付加価値の製造業といったあたりではですね、例えばコベントリーですとか、あとはウォビックといって、まあ、これも少し中部に当たるんですけれども、このあたりはものづくりの、そういうスタートアップエコシステムができてます。そして最近急成長してきているのはマンチェスター、ですね。こちらはですね、もともとはやはりその北部の、まあ、産業が、まあ、いわゆるその産業革命の後、少しこう衰退傾向にあってですね、まあ、ここをイギリス政府がちょうどキャメロン政権ぐらいからですね、力を入れていて、英国の北部の、まあ、開発に力を入れてるんですけれども、まあ、この中でもマンチェスターにイノベーションハブを作ろうということで、こちらも今成長しているところになります。で特徴的なのはですね、イギリスのまずスタートアップの強みというのは、飛び抜けた発想力ができる企業が非常に多いというところが挙げられると感じています。ですので、まあ、何もないところから何かを生み出す、まあ、ゼロから1に持っていくところが非常にうまいなというふうに感じます。そしてですね、スタートアップの形式なんですけれど、まあ、必ずしもその大学のスピンアウトですとか、あとはそのインキュベーターで育っていくというような感じだけではなくてですね、長年その企業に勤めていて、自分でアイデアを持って、それをまあ自社の中では
実現できないので、自分で外に出て自分で作ってやろうと、そういうスタートアップも非常に多いんですね。ですのでスタートアップと聞くとどうしてもなんとなく未熟な感じがまだまだするかもしれないんですけれども、そういったその経験値が非常に高い人たちが、始める企業もありますので、スタートアップと言いましても実は経験値が非常に豊富といった企業が多いのも特徴だと思います。なるほど。なんで和樹さんはいかがですか、どうご覧になられますか。そうですね。私もですね、ロンドンに住んでまして、で、まあ、フィンテックスタートアップで、働いているというところで、追加させていただくと、まあ、ペイパルマフィアっていう言葉あると思うんですけど、まあ、これ西海岸で、ペイパル出身者がですね、ピーター・ティールとか、まあ、そういった起業家とか投資家っていうのが、まあ、シリコンバレーで非常に大きな影響力を持っていると。まあ、ペイパル出身の人たちが、まあ、スタートアップに投資すると、まあ、すごい、まあ、バリエーションが10倍になったりとか、まあ、そういった形で、まあ、影響力を持っている人たちですね。で、ヨーロッパではですね、あんまり聞きなじみがないと思うんですけど、スカイプマフィアっていう人たちがいてですね、でスカイプって結構エストニアの企業のイメージが強いんですけど、オペレーションを実はイギリスでずっとやってたんですね。で、例えば、まあ、トランスファーワイズ、の創業者ですね、まあ、フィンテックのトランスファーワイズの創業者、これがスカイプの一人目の社員で、ターベット・ヒリンクスという人であったりとか、あるいは結構有名な投資家のアイリーン・バーブリッジっていう人がいるんですけど、まあ、パッション・キャピタルっていう VC やってる人ですね、まあ、こういった人たちが、まあ、スカイプ出身で、まあ、イギリスのフィンテックに投資してたりするというところで、まあ、こういったまあ、スカイプとか結構大きな企業からスタートアップが生まれてきているというところもあります。で、マスコさんおっしゃっていただいたように、まあ、イノベーションクラスターっていうのはたくさんあると思うんですよね、UK には。おっしゃっていただいた、バーミンガムですとか、マンチェスターとか、あとケンブリッジ、オックスフォードですね。まあ、このあたりが、まあ、非常に強い、イノベーションエコシステムになっているというところですね。で、まあ、それプラスロンドンの中でもですね、いろいろとクラスターがあって、で例えば、まあ、今シティオブロンドンはまあ金融街なんですけど、レベル39っていう非常に有名なイノベーションセンターがあるのが、まあ、イギリスの、まあ、ロンドンの東部のカダリーワーフっていう地域ですね、まあ、ここが結構フィンテックの集積地になってきているといったところですね。はい、英国のスタートアップの一つの特徴として、イギリス政府もかなりまだまだ関与してですね、サポートしているというのが一つ特徴かなと思います。ある日本企業様のですね、市場視察をサポートさせていただいたときに、まあ、彼らは実はシリコンバレーに行ってから英国に来てっていう、そして日本に戻られるというコースをたどられたんですが、その方々がおっしゃった言葉が非常に印象に残っていたんですね。で、彼らがおっしゃっていたのが、シリコンバレーはエコシステムが自分でできているので勝手にできますねと。ただイギリスの場合って日本とシリコンバレーの間みたいですねっておっしゃったんですね。でそれどういうことかと言いますと、その英国の政府もですね、まあ、いわゆるその死の谷と言われる、まあ、例えば技術開発とかアイデアのところからビジネスに持っていく、この間のところをつなげるような仕組みというのを政府が作って、支援したりしているところがありまして、まあ、スタートアップのエコシステムだけではなくて、それプラスアルファ政府の支援があって、できているというところからすると、日本とシリコンバレーの間ぐらいで、見習うならここだと思ったっていうふうにおっしゃったのを覚えてます。いや、確かにそうですね。イギリス、まあ、特にロンドンっていうところで言うと、まあ、政府の力が非常に多いのかなと思ってまして、うん、まあ、やっぱりそのイノベーションに対する規制ですとか、まあ、デジタル化っていうものがの対応が非常に早いですよね。うん、そうですね。で、はい、で例えば、まあ、日本で規制のサンドボックスっていう考え方があると思うんですけど、まあ、これは、まあ、実証実験とかをやるときに、まあ、一時的に規制を緩めたりとか、あるいは新規性の高い分野で、まあ、規制が存在してない分野で、実証実験をやることを、まあ、政府が認めたりとか、まあ、サンドボックスっていう考え方があるんですけど、これ実はイギリス発祥なんですよね。で、まあ、イギリス発祥で、まあ、しかも、
まあ、世界中のそのエコシステムと連携してグローバルサンドボックスみたいなものを作ろうとしているので、まあ、非常にあの政府の後押しっていうのは大きいのかなと思いますね。はい。ちょっと続いてなんですけど、まあ、こういったあのイギリスのエコシステムというところと、まあ、先ほどテムズバレーっていうふうにもおっしゃったと思うんですけど、ここと日本との関係ですよね。こちらについてちょっと雅子さんの支援してこられたと思うので、ちょっとお話しいただいてもいいですか。はい、そうですね、はい、で、あのこの、ま、もともとですね、私はその国際ビジネスの成功の第一歩、あの非常に大切な第一歩というのは、ま、お互いを知ってよく理解することであるというふうに、考えています。で、ま、その中で、ま、あのま、弊社のビジネスとして、ま、あの日本企業様と、ま、英国企業、また欧州企業というところのマッチングをさせていただいて、ま、そこからビジネスを作るということをしていたんですけれど、やはりあのもっとお互いを知るというところを枠を広げなければいけないという思いを強くしまして、そこであの、まあ、地域連携というものをあの、ご提案させていただきました。でこの英国のテムズバレーという地域、まだまだあの日本ではあの知られていないと思うんですけれども、あのヒースロー空港を降りてですね、北側に向いて立って、右手に行くとロンドン、左手に行くとテムズバレーという言い方をするんですが、あのロンドン の, あの西側にあるあの郊外にある、地域で、あの有名なあの観光地などですと、例えばウィンザー城なども含まれますし、あとはオックスフォード、もあの実はこのテムズバレーの県内に含まれています。であのこのテムズバレーのエリアですね、実はあの英国の中では第二の経済圏とも言われて、おりまして、であのこの、まあ、2つの地域を結び合わせるという時に、あのやはりその地域 の, あのそれぞれの地域が目指していらっしゃるところっていうのをまず見たんですね。でその当時その関西の方では、あの、まあ、今までその、北米、アジアとのつながりが強いという中で、欧州とのつながりも深めていこうという動きが出てきてました。それからあのテムズバレーの方では、あの北米ですとかヨーロッパとの関係性が非常に強い中、もっとアジアを見よう、特に日本、中国、インドをとの関係性を強化しようという流れがあったんですね。ですのでちょうどそのベクトルがマッチングをしていたという、ところが非常に大きいのと、あとはまあ産業構造があの似ているところもあれば相互補完関係になれるところもあるという、メリットがあったというのも大きな特徴です。で、まあ、この中であの、そうですね、その企業が、企業だけではなく、まあ、あの産とあと官も一緒に、できるような仕組みということで、実は一番最初にご支援いただいたのは近畿経済産業局さん で, であのその後ですね、あの、まあ、様々な、まあ、日英の政府関係の、機関がご支援くださり、そして2014年に大阪商工会議所とテムズバレー商工会議所が MOU を結んだんですね。で、まあ、これをきっかけにして、あの経済、なんていうんですか、経済交流施設団ですね、トレードミッション、これがあの、まあ、定期的に、やり取りされるようになりました。で、まあ、この中で、まあ、例えばあの分野を絞って、例えばエネルギーという分野で、英国の方からあの英国の方から日本に行くっていうのは、まあ、どちらかというとやはりスタートアップ系が多いんですけれども、まあ、そういった企業さんが行かれたりとか、であとはあの逆にその日本の方から例えばその水素関係の企業さんが英国の方にいらっしゃったりとかっていうことで、まあ、あの交流をして、実際にそこからビジネス の, あの機会もですね生まれるようになったり、しています。まあ、こういう形で、まああのまあ、大枠からまあ始めて、あのそこからあの個別のビジネスが生まれるというようなこう仕組みができていてですね、今も本当にもう皆さんチームワークであのこの地域連携を支えてくださっているので、まあ、これがここまでずっと2012年からですね長年続けて、来られている秘訣かなと思います。なるほど、なるほど。まあ、あの、まあ、そういった追い風もある一方で、まあ、現在のブレグジットの議論がされていると思うんですけど、やっぱりまあ世界とこう隔離、まあ、アイソレットされていくんじゃないかといった議論もあるんですけど、そのあたりはどういったようにご覧いただいてますかね。
そうですね、ブレグジット、確かに非常に大きな心配事でございます いまだにまだ決まっていないのかというのがありまして、まあ、来週非常に重要な交渉が英国と EU の間で行われることになっていますけれども、まあ、その中でもですね、まあ、政府の、まあ、トップアドバイザーであった人が辞任されたりとか、まあ、いろいろな内部のごたごたもありですね、一体どこに行くのかという声が産業界から非常に多く上がっています。で、ただまあ日英に関して言いますとですね、まあ、私はそれほどは悲観はしていないんですね。と申しますのが、まあ、皆様ご承知と思いますけれども、日英の EPA が署名がされまして、まあ、今後、その両国の国会審議を経て、1月1日、来年1月1日に発行する予定になっています。で、この日英 EPA がですね、署名がされたというのは非常に大きな意味があります。で、もともと英国というのは日本に対して非常に良い印象を持っているというのがもともとあるんですけれども、特に2016年のですね、ブレグジットの国民投票でブレグジットが決まった直後ぐらいからですね、特に英国側が日本側に歩み寄ってきている、さらに日本を重要視するようになってきているというのを感じています。まあ、例えば政府関係の方々にお話を伺うと、例えばその英国の政府関係者にですね、面談を申し入れても、まあ、昔であれば、はい、わかりました、じゃあそのうちにみたいな感じだったらしいんですが、その特に2016年を境にしてですね、もうぜひぜひというような感じに変わったり、または先方の方からもっと働きかけがあったりというふうに変わったっていうふうに何人もの方から聞きました。で、またその産業界の方も同じでですね、英国が、まあ、日本に対していかに注目をしているのかっていうのがこうわかるような、まあ、産業界のコメントですとかがありました。まあ、です今回、その日英 EPA が署名された時もですね、署名された直後に BBC はもうトップニュースで、一日中それを伝えていましたし、まあ、いかに重要かということがあります。まあ、とはいえですね、やはりそのブレグジットで一番大きな影響を受けるのはサプライチェーンだと思うんですね。特に関税がどうなるのか、英国と欧州の間での関税がどうなるのかということで、非常にご心配されている日本企業さんも多いと思います。で、特に今回コロナ禍を経てですね、やはりその企業様のサプライチェーンの捉え方が前より変わっていると思うんですね。以前でしたら、例えばこのブレグジットの括りの中では、そのサプライチェーンの拠点を英国にするか欧州にするかっていう話だったんですが、このコロナ禍でですね、やはりその世界全体のサプライチェーンを見直そうという動きが強まっていますので、今はその英国か欧州かではなくて、英国か世界の他の場所かというところになっているんですね。ですから、こういったところを非常に踏まえて、英国政府は賢い選択をしてほしいなと強く 願っています。なるほど。まあ、日本との関係性で言うと、まあ、ブレグジットの影響はそんなにないというか、まあ、むしろ加速しているというような印象なんですね。そうですね、日英のやはり EPA がありましたので、まあ、もちろんブレグジットが影響ないとは言えないんですけれども、もちろん影響はするんですが、やはりこの日英 EPA が、まあ、うまくきちんとその発行すればですね、かなりの、両国関係の強化は間違いないと思っていま す。確かに、まあ、おっしゃられた通り、まあ、やっぱりサプライチェーンとか、まあ、そういったものを、まあ、世界的に見直すとか、あるいは本社をどこに置くかとか、まあ、そういった議論が結構されていて、やっぱり私の周りでも、まあ、むしろ世界が広がったとか、ブレグジットによってこう、イギリスだけじゃなくて、いろんな市場を見るようになったとか、っていう結構ポジティブな声も聞こえてきたりはしますね。そうですね。で、ブレグジットのですね、やはり国民投票2016年あった後の決まった後でですね、やはりその日本企業様の中には、進出を控える、投資を控えるといった動きも実は結構あったんですけれども、ただ同時にですね、逆に積極的に投資に、英国への投資を
または進出といったところを手掛けていらっしゃる日本企業さんがあるのもまた事実で、この差が結構大きいなと、ホールドしている企業さんと、いやもう積極的にやりますという企業さんとのですね、差が結構開いているなというふうに見受けています。でもう一つ重要なポイントとして COVID の影響なんですけど、やっぱり日本なんかと比べて、ヨーロッパですね、イギリス含むヨーロッパ非常に大きな影響を受けていると思うんですけど、そのあたりやっぱり日本企業とか政府の方から COVID の影響どうだとか結構聞かれてると思うんですけど、そのあたりいかがですか？そうですね、COVID が特にその第1回目のロックダウン、3月から7月まで4ヶ月間にわたったんですけれども、やはりこれはかなり のインパクトがありました。日本もそうだと思うんですけれども、特にその娯楽、飲食、旅行といった産業が大打撃を、受けましたし、っていうのは、あるんですけれども、そしてまた同時にその、あそこまでの、ロックダウンだったので、全てが止まったんではないかというその憶測が、結果的に、ビジネスのスローダウンにつながるというようなところもありました。ただですね、そのロックダウンの中にあっても、結構いろいろな、ビジネスの対応があったりですとか、その政府も追加でイノベーションを促進するような補助金を出したりとか、実際にそういった実証も行ったりとか、そういうようなことも実はきちんと続いてはいたんですね。で、和樹さんもよくご存知だと思いますけれど、英国の場合は割合にこうリモートワークっていうのは割合に普通でしたので、ですよね。なのでこうあまりそのシフトが難しくなかったというのがすごく良かったと思います。それからあとは英国の政府の方もですね、結構デジタル化が進んでましたので、例えば納税とかそういったものも全部オンラインですから、そういったところも逆に小規模な飲食店などはですね、自分から申請する前に政府の方から補助金が来たとか、そういう話も聞きましたし、そういった意味ではどのそのシフトというデジタル化へのシフトという混乱は非常に少なかったんじゃないかなと思います。で、あとスタートアップなどのですね、実証実験のプロジェクトもやはり影響は受けてまして、いろいろな企業さんのお話を伺いますと、大体平均3から4ヶ月の遅れが出ているように、見受けていますですね。で、そうですね、あとは日本とのビジネスや、プロジェクトに関してはですね、やはりその契約ですとか、あとは投資のデューデリジェンスのために、本当はいらっしゃりたかったけど、来れないというようなことがあったりしまして、ここのところ非常に企業複数の企業さんそういったところ実はあるんですが、皆様非常に苦慮されてまして、とにかくできるところを今のうちにやっておいて、本当であれば例えば投資のデューディリジェンスで、英国に行きたかったところを、それをちょっと一番最後の過程に持っていって、他にできるところを先にやっておこうという対策を取っていらっしゃる、企業さんもありますね。で、あとは先日伺ったのが英国の企業で日本との共同研究がまさに本当は始まろうとしていたんだけれども、このコロナでできなくなってしまったという企業さんがありまして、そこのところは本当にもうエンジニアを送るという話になっていたので、それはやはり今できないというところで非常に困って、ちょっとご相談を受けたんですけれど、やはりやっぱり物理的にねちょっと派遣できないというのは非常に難しいんですけれども、できる限りそのバーチャルで事前に何か準備でできるものを今のうちにやっておくとか、やはりとにかく関係性を途切らせないという工夫が必要だねという話をちょうど一昨日したところなんですけど、なるほど。そうですよね。やっぱり物理的に人に会えないので、フェイスとフェイスでビジネスをするっていうことは難しくなってるんですけど、私の知り合いの VC の方とかに聞いても、やっぱりもうリモートで全部移行してるとおっしゃっていて、で、一度も会わずに、投資したとか、ファンダの方とかですね。そういったケースも結構増えてきてるみたいなので、で、VC としては、やっぱり、あんまりその、投資を緩めたくないというところで、結構スタートアップも今、
投資ラウンドと投資ラウンドの間の、まあ、ブリッジファイナンスって呼ばれるような、ラウンドっていうか資金調達をしているところが結構あってですね、まあ、そういったところは結構資金を欲しているので、まあ、あまり緩めたくないというようなことはおっしゃってましたね。はい、なるほど。そのブリッジファイナンスはあれですか、やはりそのコロナの影響もあるんでしょうか。そうですね、次のラウンドまでの、まあ、つなぎ資金っていうところだと思うので、まあ、デッドとかで、調達するケースも結構ありますね。はい、なるほど、なるほど。はい、まあ、なんで、まあ、お金を結構探してる、出資先を探してるスタートアップが結構多いと思うので、まあ、大企業とか VC によってはやっぱ、まあ、逆にチャンスかもしれないですね。はい、そうですね。それは全く同感です。はい、私の周りでも資金探しているというスタートアップがすごく増えてます。ですね。まあ、あともう一つ、雅子さん、先ほどおっしゃったポイントで、まあ、やっぱりイギリスってリモートワークとか、割と定着してた方なので、まあ、デジタル化とかリモートワークっていずれやらなければいけないことだったと思うんですよね。で、それがまあ COVID によって早まったっていう、まあ、そういった認識でいる企業も結構多いのかなと思いますね。はい。で、ちょっと続いてなんですけど、まあ、ここまでエコシステムの話を中心にさせていただいたんですけど、日本企業とですね、海外スタートアップのコラボレーションについて、ちょっとここからお伺いしていきたいんですけども、まずですね、まあ、日本企業と海外スタートアップ、まあ、協業するにあたって、まあ、重要なことですとか、まあ、そういったものってありますかね。まあ、具体例ももしあればお話しいただきたいと思います。はい、はい、わかりました。はい、一つはですね、形式や肩書きにとらわれないで本質を見るということだと思っています。で、まあ、日本の文化の場合、まあ、一般論ですけれども、やはりそのまあ企業の、ブランドであるとか、あとはお肩書きであるとか、そういったところやはり重視されるんですが、英国の場合もちろん尊重してくれます。ただし、あなた何できるの、そこが非常に重要なんですね。で、逆、それはまた逆に、私たちはこれができるのをちゃんとあなたたちは見れていますかと、そこが非常に大切なポイントだと思っています。で、これ非常に素晴らしい成功例なんですけれども、まあ、ある日本企業さんで、まあ、100年を優に超える歴史を持っていらっしゃる、素晴らしい大企業さんがおありになって、その企業さんが英国のスタートアップと、まあ、協業されているんですが、やはりその、中で非常に私が感銘を受けたのが、まあ、その企業の方々、そして、まあ、潜在のパートナーやお客さんとして連れてきてくださる日本企業の皆様ですね。その英国のスタートアップも本当に小さい企業なんですけれど、彼らが考えているビジネスモデルであるとか、あとはまあ技術であるとか、そしてあとはその彼らの人ですねっていったところを非常にしっかりとご覧になられて、本当にその尊重尊敬してくださっているという例があるんですね。 ですので、それはやはりスタートアップの方も非常にそれはよく感じていまして、自分たちこんな零細企業なのにここまで大切に扱ってくださっているということは非常に感銘を受けられて、やはりそこで人間関係がものすごくよくできているんですね。ですので、もちろんこういろ共同プロジェクトを進めていく中ではですね、もう本当にさまざまな課題を乗り越えなければならないんですけれども、やはりそういった肩書きとか企業のサイズとか、そういったものにとらわれずに本質を見て人間関係を築けるというところが非常に重要だなと思います。なるほど、まあ、人間関係と、まあ、人であったりプロダクトであったり、まあ、海外企業のまあいいところをこう、まあ、見つけるというか、まあ、本質的なことを見極めるという、そういったことですかね。そうですね。はい、なるほど、思います。うん、あとはもう一つはですね、これは、まあ、ちょっとビジネスの性質にもよるかと思うんですけれども、最近、まあ、日本企業さんなどで、まあ、スタートアップ、まあ、投資するスタートアップを見つけたいという、
ことで、よく英国の方にアプローチされる企業さん、だいぶ増えてきてるんですが、やはりその主にされているのが、やはり、アーリーステージのスタートアップを見つけるという中で、例えばインキュベーターであるとか、VC であるとか、そういったところ の, コネクションから見つけられるっていうの多いんですけれど、その段階ではもうすでにアメリカですとかヨーロッパ企業がもうすでに手をつけているということも結構多いんですね。で、一つ大切なことは、実はスタートアップが本当は出てくる前から関係性を作っておくことだなというふうに思っています。で、例えばオックスフォード大学の教授の方にお話を伺ったんですけれども、このスタートアップなどがその出てくる前の基礎研究の段階から、例えばアメリカの企業などはですね、そこにお金を入れて、共同研究のサポートをして、そこから出てきた自然に発生してくるそのスタートアップと、さらに協業していくと、そういうようなこと手法を取っているっていうふうに伺ったんですね。で、やはりそういうふうにすると、もう本当にもうスタートアップという形になる前から関係性ができているので、やはり当然強いので、それも一つの、そうですね、日本企業さんが考えられる方法かなとは思います。なるほど、なるほど。確かに早い段階で目をつけておくっていうのは非常に重要だとは思うんですけど、一方でその、実証実験であったりとか、技術検証をしていくっていうフェーズで、日本企業の場合、そこを実験だけやって終わってしまって、その後ビジネスにつながらないみたいなことは結構あるのかなと思うんですけど、そのあたり、雅子さんのご経験からいかがですかね。そうですね、本当おっしゃることよくわかりますね。そうですね、やはり実証の場合ですね、これちょっと間違っていたら申し訳ないんですけれども、日本で行われている実証実験っていうものそのものの捉え方ですね。で、例えば日本の場合ですと、実証実験を小さい実証実験をやって、とりあえずその技術がうまく動いなんて言うんでしょうね、うまく、そうですね、できたんですが、うまく通用したでしょうかと、それだけでその確認で終わってしまうっていうようなケースが多いようにお向けしてるんですけれど、例えば英国の場合の実証実験ですと、いかにそれが本当に実装につなげられるかっていう視点で見ているので、日本との規模よりももっと大きな規模、本当に実際の例えば家庭に何かを入れてやるとか、そういった規模ですとか、あとはそのビジネスモデルすごく重要視するんですね。日本の場合まだまだこの技術に重点が置かれているように思うんですけれど、技術というのはあくまで何かを達成するための手段であるので、それよりも具体的にこれをビジネスモデルをどうするのか、それは社会的にどういうふうに実装できるのかといったところに重きを置くので、そういった実証実験があるものですから、その日英の企業でしようとしたときに、まずそこの概念が少し違うというのがあると思うんですね。ですので、そこのところは私もそのお客様にですね、英国のその実証の捉え方と日本の実証の捉え方のちょっとその違いといったところをまずちょっとご理解をいただいて、いかにその実装につなげられるものにするのかっていうところに重点を置くようにしています。なるほど、確かにおっしゃる通りで、実証実験とはいってもいろいろなフェーズがあったり、種類があるっていうふうなことだと思うので、で、私もちょっとアクセラレーションをやってた時の経験なんですけど、やっぱり収益化してフィードバックを得る、顧客からのフィードバックを得るっていうところまでやると、割とそのビジネス化しやすいのかなっていうのがあってですね、結構いろんな企業の方と、POC にお付き合いしたんですけども、やっぱりその Day 1からこう収益を生み出してたりとか、あるいは顧客からフィードバックが得られてたりっていうところは非常にスムーズにビジネスになっていってる印象ですね。で、あと、ネクストステップを明確にしとくっていうところ で、実証実験が終わったら次何をするのかっていうところですよね。で、さっきのアクセラレーション例で言うと、実証実験を1部門とか
小さなところでやって、まあ、それで成功したら他部門とかグループ会社にも広げていくっていうような、まあ、そういったやり方が結構最近広まってきてるのかなっていう、そういった印象ですね。はい。続いてなんですけど、逆にですね、海外企業と日本企業のコラボレーションのなんか失敗する点というか、なんか失敗するケースみたいな、そういったところってありますかね。そうですね、そうでいくつかあるんですけれども、まあ、そのうちの一つが企業文化の違いから、それがそうですね、やはりその関係性を壊してしまったという事例があります。で、まあ、これも、英国のスタートアップと日本企業さんの例だったんですけれど、まあ、もちろんその日本企業さんの中では倫理があったりするのは当たり前ですし、っていうようなこともいろいろありますので、まあ、その時間がかかるという ところもあります。で、またですね、この企業さんの場合は技術系の企業さんでしたので、日本企業さんの方から の要求度っていうんですかね、技術の詳細の要求度がものすごく高くて、まあ、これって結構常なんですけれど、そうです。こちらの企業さんはですね、投資家と話す時でもここまで聞かれなかったのに、なんでここまで聞かれるのかっていうのがすごくそこ戸惑われることが多いんですね。で、もちろんその NDA とかは結ばれてるんですけれども、そうは言ってもここまでの詳細が必要だったら一体何のためだと。で、その日本企業さんの方は、いや、ちょっと上層部説得のために必要なんです、でも、いや、でもそれでもなんでここまでっていう風になってしまって、それがだんだん猜疑心につながっていってですね、関係性が壊れてしまったといったことが実はありました。ですので、まあ、日本企業さんは、まあ、それだけのその要求水準が高いのは非常によくわかるんですけれど、ではその要求された情報が具体的に何のためなのか、例えば自社のこの技術とあなたのこの技術を結びつけるためにどうしてもここのところが分かってないといけないのでというようなですね、論理的なやっぱりご説明があると良かったのかなと思いますけど、そういったちょっと悲しいケースもありますけど、和樹さんの場合いかがですか。はい、そうですね、確かにご指摘いただいたところはおっしゃる通りですね。やっぱり日本企業のやり方で型にはめようとしてこう失敗するというか、そういったケースも多いのかなというところですよね。やっぱり新規性の高いビジネス、スタートアップもやっぱりその既存事業と同様に回そうとしてもしてしまうというところで、まあ、詳細を求めるというところもそうですし、やっぱりまあ経営計画とか一つとってもそうなんですけど、やっぱりスタートアップとかそういった新規性の高いビジネスからちゃんとした計画とか数値ってあんまり出てこないと思うんですよね。で、まあ、出てきたとしても、まあ、その通りに全然ならないというところで、どうなってるんだっていうようなツッコミがあると思うんですけど、やっぱりそういったところをある程度理解して、お付き合いしていくっていうことじゃないかなと思いますね。はい、はい、おっしゃる通りだと思いますね。やはり本当に状況がよく変わりますよね、スタートアップの場合ですね。新しい人が入ってきたりとか、組織が変わったりとか、いきなり方向性が変わったりとかっていうこともよくありますので。はい。そうですね。なんか逆に、あともう一つ、海外のスタートアップ、まあ、海外の企業から見て、どうやったらこう、日本との企業とうまくいくのか、あるいは失敗してしまうのか、そのあたりって何かあったりしますかね。そうですね。まあ、これが海外のスタートアップが日本の企業さんとやるときのコツ、そうですね、っていうような感じですね。ですね、はい、そうですね、ま、今もちょっとお話ししたことにそうですね、と似ているんですけれども、まあ、やはりその、まあ、文化が違うっていうことは皆さん分かっているんですけれども、ただどう違うのかっていうのが分からないし、でなんかそのあたり、そのどういうふうに違うのかという、やはりこう深い理解をするというのが大切なのと、それからあとは英国の企業すごくありがちなんですけれど、あまりストレートにものを聞かないんですね。実は英国人ってものすごく日本人と似てまして、うん、気遣いだったりするんですよね。
なのでなんとなくこれ聞いたら悪いような気がするというようなことで、よく私もなんか代わりに聞いてくれないかみたいなこと言われるんですけど、そういったところもですね、やはり先ほどの例のような誤解を避けるためにもね、まあ、ちょっと申し訳ないですけど、ちょっとこれ伺ってもいいですかでもいいので、そういうスタンスで全然構わないので、臆さずに聞くというところかなと思います。まあ、これは多分双方向かなと思いますけどね。なるほど、なるほど。わかりました。ありがとうございます。じゃあちょっとお時間も迫ってまいりましたので、ちょっと Q&A の方に、はい、行きたいと思うんですけど、ちょっといくつか質問ピックアップしたいと思います。はい。はい、まず最初がですね、まあ、イギリスではオックスフォード・ケンブリッジを中心とした、まあ、連携、まあ、学術とか、まあ、VC で非常に連携が強固になっていますと。でそれにあたってこうビジネスから、まあ、学術側へ、まあ、どうアプローチするのか、どういったキャリアがあるのかですかね。はい。このご質問どうですかね。そうですね。これは基礎研究とか、まあ、おそらく大学のスピンアウトっていうところをおそらくご苦労されているのかなと思うんですが、そうですね、一つのやり方としては、まあ、例えばこれオックスフォードの例なんですけれども、まあ、オックスフォード大学の中にも、まあ、例えばオックスフォードから出たですね、まあ、アイデア、を、まあ、ビジネス化してサポートするという組織が、あったりするんですね。まあ、これは OUI さんとおっしゃって、オックスフォード・ユニバーシティ・イノベーション、さんで、こちらは日本事務所が大阪におありですけれども、こういった OUI さんといったような組織、からですね、まあ、情報をと情報交換をしていくというようなところもありますし、あとはそれ以外にもですね、まあ、アクセラレーターであったりインキュベーターであったり、あとは BC であったりとか、まあ、いろいろな組織がオックスフォードには本当に数限りなくというほどありますので、まあ、そういったところが、まあ、多分早いのかなとは思います。で、また、まあ、例えばオックスフォードなんかであればですね、先ほど少しご紹介させていただいた、まあ、テムズバレーとその関西の連携といったこともありまして、まあ、時々もそういったそのイベントがあったりですとか、情報を、まあ、例えば大阪商工会議所さんが、まあ、ウェブサイトや機関誌に載せたり、またテムズバレー商工会議所が同じようなことをやったりというようなことをやってますので、もうそういったところから関係性を作っていただくとか、そういう感じかなと思います。なかなかその大学の教授とかにいきなりバンってコンタクト取るとかってちょっとこう敷居が高いですね。特にオックスフォード、ケンブリッジになると彼らもまあ本当にそういった問い合わせですとかものすごい数が来ますので、なかなかすぐに対応してもらえないというのがあるので、いきなりコールドコールというのはちょっと難しいかなと思います。うん、そうですね、まあ、ビジネスから学術側へのキャリアシフトというようなところもですね。うん、で、まあ、私、うん、まあ、オックスフォードの MBA プログラムに行ったんですけど、うん、まあ、MBA を経てドクターに行ったりとか、まあ、アカデミアの方に行ったりという人は結構いますし、あとオックスフォードとかケンブリッジっていろんな、 なんか VC だったりファンドだったりとかたくさんあって、で例えば MBA 生がよく運用とかしてたのがインパクトファンドっていう SDGs とか、まあ、そういったものに投資するファンドがあってですね、まあ、こういったものは学生中心というか MBA の生徒中心にやっていたと思いますね。はい、じゃあちょっと次質問いきますか。じゃあこれいきましょう。2020年とそれがもたらした様々な変化を経て、今後海外スタートアップと一緒に仕事をしている企業に何が変わると思いますか？何かトレンドのようなものがあったりしますか？というような質問ですね。うんうんうん、そうですね。特にこの2020年のこのコロナ禍というので、一つ、そうですね、考えているのが価値観が変わっただろうというのがあると思います。で、また特にその
もさらにその本質を見ようとする人が増えたというのはあると思うんですが、人と言いますか、企業が増えたと申しますのが、例えば特にその今最近日本でもだいぶ言われるようになりましたけども、一つの例としては ESG とかあると思うんですよね。でこの ESG の、環境で環境社会性そしてガバナンスなんですけど、この分野がですね、だいぶ英国でも言われるようになってきてまして、でただそのこれプラスただ単にそのメッセージを出せばいいっていう話ではなくて、具体的に何ができるのかっていうところを見ていくっていうのが増えると思うんですね。でこの例えばスタートアップの中でも英国のスタートアップで、例えばこの ESG に関して、非常に重きを置いて行動してできているところと、組みたいという投資家が例えば最近ちょっと私の周りで増えてきたりとかしているんですけれど、そういった方向性がさらに強まるのではないかなという印象を持ってますし、でやはりその本質というところを余計見るようになってきたというところから考えると、スタートアップと例えば日本企業さんの関係性からしても、単なる例えばマーケティング的なメッセージであるとか、そういったこうある意味その表面的なものではなくて、具体的に何ができるのか、ではこれは何かをするというのが、じゃあ社会的にどういった影響があるのかとか、そういったところもかなり踏み込んで、議論をする必要性が出てくるのではないかなという印象を持っています。なるほど。かずきさんはどう思われますか、この点。はい、そうですね。2020年、いろいろ、なことが同時に起こってるっていう印象なんですけど、やっぱりさっきも言ったブレグジット、それから、COVID、で、あとイギリスだと、ブラックライブズマターとか、暴動が起きてたりとか、日本じゃ考えられないぐらい結構カオスな状況になってると思うんですよね。ただ、そうは言っても、やっぱり、結構ポジティブに捉えてる起業家の人が結構多くてですね、やっぱりブレグジットでも、イギリスだけじゃなくて、海外に目が向くようになったとか、ブラックライブズマターで、イギリス人だけじゃなくて、いろんな人を雇用していこうとか、ダイバーシティが生まれたとか、で、COVID に関しても、デジタル化とか、リモートワークが、加速されたというふうに結構ポジティブに捉えているケースが多いので、で、海外、イギリスから見た海外ですね、日本も含む海外との協業っていうのは、今後、結構増えていくんじゃないかなと、リモートワークとかそういったところによって、で結構追い風になってる部分はあるんじゃないかなとは思いますよね。はい。じゃあもう一個ぐらいいきますか。はい。で、ちょっとそれに関連してなんですけど、先ほど雅子さんの方から日英 EPA の話が少しあったと思うんですけど、はい、これによってですね、どういったビジネスプレイヤー、どういった企業とか、どういった産業に、影響があるのか、で、あともう一つデジタル関連サービスについては優遇が受けやすいというふうに、EPA の枠組みですね、聞いたんですが、その辺いかがですかっていうようなご質問ですね。はい、はい、分かりました。この場合 EPA の日英 EPA に関してはですね、まだこうトップレベル情報でしか両政府出していなくてですね、実際にその、1月1日に予定通りこれが実行に移すことになればですね、さらなる詳細が出てくるということは伺ってはいます。ただ今のところ出されている情報から拝見するとですね、例えば工業製品の輸出などに関しては鉄道車両ですとか自動車部品の関税即時撤廃というのが、これは日欧 EPA にプラスアルファで、確かこれは追加条項だったと思います。で、こういったことがありますので、もちろんこういった製造業、関係には有用かと思います。でそれからデジタル関係ですね、こちらは例えばその情報 の越境移転の制限を禁止するですとか、あとはコンピューター関連設備 の設置要求の禁止ですとか、そういった、
ソースコードの、開示要求の禁止ですとか、そういったことが ありますので、ビジネスにとってはその政府からの関与をあまり受けずに、干渉をですね、あまり受けずに進めやすくなるというのは一つ大きな利点だというふうに伺っています。そうですね、あとは農産品とかお酒の類っていったところもですね、まあ、いわゆる GI といわれるその地理的な表示 の, 保護数が2兆 EPA に比べるとかなり増えてですね、70兆に増えるというふうに伺いましたので、これは、まあ日英双方向で食の分野で、非常に有効なのではないかと考えます。なるほど、ありがとうございます。はい、ではですね、ここまで貴重なお話ありがとうございました。ちょっとお時間が来てしまいましたので、でここからはネットワーキングセッションというところで、メーガンの方から案内があると思うんですけども、そちらに移行していきたいと思います。ちょっと質問でまだ拾えてなかった部分ですとかあると思うんで、まあ、いろいろ聞きたいこともあると思うので、そちらはネットワーキングセッションで、雅子さんに見ていただければと思います。はい、ではちょっとイベント自体はここで終了させていただきたいと思います。雅子さん、ありがとうございました。